これなんだ。ボホールツアー最終回、最後の一本はハウスリーフ。実はレアな魚の宝庫で、ここもすごいポイントでした。そしてフィリピンの食べ納めはやっぱりここ。ボホールツアー最後のダイビングはショップの目の前、アロナハウスリーフです。ハウスリーフといえば、通常はチェックダイブや初心者講習を行う大したことのないポイントというイメージがありますが、ここは違いました。まずはおなじみの隠れクマノミ。これは何でしょう。イカの卵みたいですが、実は水玉サンゴというハードコーラルです。美智子様が提案し、当時の天皇陛下が命名されたことでも有名な日輪立てハゼ。これも会えると嬉しい魚の一つですね。黒ひらアジ。ネットにも情報が少ないので、かなりレアなのではないかと思います。少なくとも僕は初めて見ました。アジ科の魚が大好きなので、もう大興奮です。てっきりタカサゴだと思ったので一瞬しか映さなかったのですが、家に帰ってからよくよく見てみたら、スムブリの群れでした。台湾カマスのようですが、もしかするとイブリカマスかもしれません。こちらは正真正銘の台湾カマスです。上の線がつながっているのがイブリ、途切れているのが台湾なのですが、上のものはつながってはいますが途切れかけてもいるし、イブリにしては太いようなので、やはり台湾カマスでしょうかね。水中の映像ではこれ以上見分けるのは難しいです。まるで虫のようにひらひらくねくね。幼魚の時のこの姿が蝶々のようだということで、蝶々胡椒鯛という名が付けられました。大人になるとどうなるかって、こうなります。制御の画像は手に入らなかったんです。浮上しました。ボホールでの最後のダイビングが終わってしまいました。こんなビーチの目の前で黒ひらアジとかツムブリとか出てしまうのですから、アロナハウスリーフ恐るべしです。最後の晩餐のため街を徘徊。初日から目をつけていた店を覗いてみます。しかしこの店はやめ、ファイヤーダンスの広場にあるレストランにしました。でもラプラプは注文するんですね。中華風のスープと、いやこれ魚美味しそうだね。美味しそう、めっちゃ美味しそう。でかいです。甘だれ毒ハタという魚を蒸したもの、それとチャーハンです。ラプラプは抜群に美味しかったですね。この人はイカスミが好きなんですね。ほぼ一人で平らげてしまいました。はい、おはようございます。今日は最終日というか、もう帰るだけです。今朝の7時ですが、家に到着するのは今日中に到着つけるできるかどうか、丸1日かけて東京まで帰ります。機材を干すスペースはいくらでもあります。直射日光に当てればすぐに乾きます。取り忘れた。最後の朝食はコンビーフとスクランブルエッグにしました。コンビーフは日本より美味しいような気がしますが、気のせいかもしれません。空港へは初日のランドツアーのガイドが送ってくれました。フィリピンのローカル空港ではよく生バンドが演奏しています。
本当に音楽が好きな国ですね。この島が僕らのいたパングラオ島、奥の霞んだ大きい島がボホール島です。見えてきたのはシブヤン海に浮かぶバントン島。この島の南東、赤い矢印の方向100キロのところに戦艦武蔵が沈んでいます。マニラの高層ビル群を横目にニノイアキノ空港に滑り込みます。この空港では荷物の受け取りから扉もなくいきなり外へ出られ、何か不思議な違和感がありました。あっちがあります。オッケー。じゃあツアー会社のスタッフが乗り継ぎ案内をしてくれます。フィリピンは人件費が安いのでサービスが手厚いです。あります。昼食を取るところを探しているのですが、なんかでもちょっと違うよね、あのロゴ。やはりフィリピンでの食べ納めはここでしょう。ジャリビがまだある。あ、まだある。中にも。いや、中違う、外。なんと空港構内にジョリービーが2軒あります。今ね、マニラの空港でトランジットですけども、トランジット待ちが6時間ぐらいあるんですね。でここで、まあ、とりあえずお昼を食べるんですが、ジョリービー、日本にはないジョリービーで食べようということになりました。注文したんですけど、ほとんど注文がなくてですね、アイスクリームもないとかね、もうなんかないない尽くしです。チキンなんかもこれから揚げるっていうんで、30分待ちになりました。シンプルハンバーグにあのね、オーロラソースが入ってる。パテとかパンは、まあ、あのマクドナルドとかと 何が違うのか僕には分かりません。ジョリービーのスパゲティを食べてみたいと思います。こんなのですね。ソーセージの味が効いてる、まあ、ミートソースっていうかナポリタンの味ですね。カシは給食の味って言ってます。チキン行ってみようと思います。よいしょ。チキンです。非常にサクサクです。もう揚げ切ってあるって感じで、ジューシーさは欠片もないですね。ソースをつけて食べてみる。ソースそのものはグレイビー系で美味しいは美味しいんだけど、なんていうのかな、鶏と一緒に食べると全然味がしない。ソースつけてるのかつけてないのか分かりません。なんかね、牛肉と合いそうなソースで、鶏肉とはどうなのみたいな。皮は非常になんかサクサク、クリスピーでサクサクなんですけど、味はないです。あのスパイスがついてない。ケンタッキーみたいなスパイシーな鳥ではありません。同じアクションカメラを持つサウジアラビア人と仲良くなって、お互いの動画に出演し合いっこ。午後6時40分発の羽田行き。
東京までは4時間20分かかります。機内食はいつも通りという感じで、もはや何の考えもありません。ちょうど真夜中の羽田空港に帰り着きました。これからモルディブへ向けて出発いたします。と言っては見たものの、モルディブにたどり着けない。今日は、コロンボ市内観光をしたいと思います。スリランカの街並みなんてめったに見られませんよ。でもコロンボってお寺しかないじゃない。モルディブツアーの初日はスリランカツアーって、なんかおかしいな。わおわおわお。